両国は、大砲律領の国軍里政を踏襲し、戊辰戦争終結直後に制定された、日本の地方区分の国の一つである。別称は、天マ州。五期八道の内北海道に含まれた。道北に位置し、現在のルモイ振興局管内の全域と、上川総合新興局管内の塩狩峠以北、及び宗谷総合新興局管内の豊富町と、 幌延町、さらに、稚内市の最南端の一部にあたる。ここには、手塩国が制定されるまでの歴史も記述する。鎌倉時代頃になると、仏教の布教のためそうも、盛んに北海道に訪れたと言われている。特に、北海道の日本海側は、太平洋岸、道東と比較すると、和人の進出が早く、 不況のためカラフトに渡った、日時商人も日本海側を北上したと見られている。また、鎌倉時代以降、北海道の日本海側やカラフトには、カラコと呼ばれる、エゾの一軍がおり、これを、エゾ沙汰職、エゾ関連安藤氏が統括していた。江戸時代には、手塩国域でもマサキ藩によって開かれた場所と呼ばれる、地行地で、マサキ藩家臣とエゾとの交易が行われた。 公益の中心地と藩の出先期間を兼ねる運上屋で行われた、イ育政策では、大人、小遣い、土産取りなど役絵ぞの任命や縁米の支給、置き手書の伝達などが行われた。アイヌの人々は、百姓身分に属した。場所に関する制度の詳細は、商い場地行政及び、場所請負い制の項を、漁場の状況については、北海道における二清漁師を参照のこと。 手塩国域に開かれた場所と後に置かれた軍の対応は下記の通り。江戸時代初期の商法元年、商法奥に家図が作成され、この中に手塩国域も記された。漢文9年6月、日高国域を中心に起こった和人と江戸の戦い、釈社員の放棄の際、手塩国域内でも、マシケ周辺で和人が殺された。元六十三年。 爆命により、正木藩は、カラフト、千島や観察家を含むエゾゼンズと正木統合町を作成し、聖徳五年には幕府に対し、十州島、東福都市、チュプカ諸島、観察家は、自販料と報告。この時代の陸上交通は、文化五年、ルモイ支配人山田や文衛門によって、ルモイから、ニセバルマ、 江体別を経て石狩川流域の白里化に出る約25里の雨流越が開作された。また、北に隣接する北見国草や軍方面へは沿岸部を陸路で通行でき、留萌場所などに馬を配置する際は北見国経由で送られていた。安政4年との資料もあるには、浜松、増毛両場所受けを委任、伊達林江門が慈悲を投じ、 南の石狩国浜松郡からマシケに至るキュウ里余りのマシケ山道が開作されている。このほマシ毛ケ山道よりも海側に開作年不詳であるが、石狩国浜松郡の千代市別とお冬を結ぶお冬山道も存在した。お冬山道は岩老まで海岸を進み、そこから山に入ってマシケ山道に合流する。また、手塩国内の河川には、 半生時代から廃止地検までの間6カ所の都船場数があり、渡し船なども運航されていた。海上交通は、北前船がルもいなどに寄港していた。江戸時代後期には、手塩国域は、西江戸地に属した。今日は3年ばくり、マミア林蔵が沿岸部の測量を行い、後に大日本宴会予知全図も作成された。文化4年なんか政策を強力に進める。 ロシア帝国の脅威に備え、抗議御料となった西江ゾ地では、松前奉行の知性化、アイヌの収門人別改め帳も作成されるようになり、津軽藩が、マシケ近藩越冬陣屋を築き警護を行った。文政四年には、一旦、マサキ藩領に服したものの、安政二年再び抗議御料となり、マシケには、秋田藩が、元陣屋を構え、ルモイ軍以北は、省内藩が、 ルモイ、トママエ、手塩に出張ジニアを築き、警護を行った。安政6年の6半分領以降、マシケ軍は、秋田藩領、ルモイ軍北は、省内藩領となっていた。慶応4年4月12日、函館裁判所の管轄となった。寺院は、安政年間以降に、マシケ軍の準清氏指が創立されたほか、秋田藩が藩市や、 住民の死者を弔うため広志伝寺を建立している。また、万、ま、円元年には、苫前郡に、金宝院慶応年間になると、増家郡の留園寺や苫前郡の報告寺が、創立されている。神社は、宝永年間に創建された増家郡の五島神社、天明六年創建の留萌神社と苫前神社、文化元年に創建された手塩郡の五島神社、 文政年間に創建された戸間前軍の稲荷神社などがある。以下の6軍で構成された。明治5年の調査では人口1576人を数えた。ありがとうございます。